尖閣諸島灯台は沖縄県石垣市、尖閣諸島の魚釣島の西端に建つ灯台。1978年8月11日、日本青年社が尖閣諸島上陸決死隊を結成し、尖閣諸島に上陸、柱型の点滅式灯台を建設し、同13日に点灯した。これ以降、2005年に日本政府に、 譲渡されるまでの間、同社により毎年維持管理が行われた。初代灯台の電源は容量250日程度のバッテリーであった。1980年付近を航行中のフィリピン船籍の貨物船が台風により遭難したが、この灯台を発見したことにより乗組員23名全員が無事救助されている。1988年6月、同社が 尖閣諸島上陸10周年を記念して、アルミ系合金の矢倉型の灯台に改築し、バッテリーも太陽電池式とした。1996年には、北小島に柱型の灯台を建設した。同年11月、台湾の上陸者により北小島灯台が破壊されたが12月には、同社により修復された。2004年7月31日、内閣官房が、 日本青年社会長に尖閣諸島東大を正式に変えずに記載し、今後は日本政府が維持管理を引き継ぐとの申し出を行い、2005年2月3日には、同会長が内閣府にて内閣参事官と面会し東大を国に無償状とすることを伝えた。民法の規定により東大は国庫貴族財産となり、2005年2月9日午前3時の 海上保安庁の航行警報をもって、正式に灯台が国有化された。以降、航路標識法に基づく所管航路標識として、海上保安庁が保守、管理している。年に1回程度、同庁の職員が、ランプ交換等の保守点検を実施している。14日には官報に国有化されたことが記載され、同25日には、灯台が記載された海図が発売された。 ありがとうございます。